皆さんこんにちは、バンチャンネルです。ボルダリングに行ってきまして、私は初のボルダリングということで、普段使わない場所の筋肉とかね、関節を使うっていうことで、運動不足の皆さんにはもってこいかなという感じがいたしました。好き勝手ね、ホールドっていうんですか、掴む部分ね、手で掴んだり足をで押したりする部分なんですけど、あれって好き勝手どこでも使っていいのかなと思ってたら、そうじゃなくて、ちゃんと色分けとか番号分けされてて、僕らが行ったところは色分けというよりも番号分けされてて、例えば青色の1とかピンク色の5とかっていう感じで、色の中でですね、番号が付けられてるんですよ。ピンクの1から5とか青の1から5とか6とかっていう感じで、まあ、色でレベルが変わって、でさらにその色の中で番号が増えるごとに、その色の中でもレベルが違うっていうようなやり方で、あのジムによっては、例えば緑色は緑色のコマだけを使うとか、青色は青色コマだけ使うとかっていう感じで、番号分けっていうよりも色分けされてる時が多いんでね、まあ、そっちの方が視認性というか使い方はやりやすいかなっていう感じはしました。で、あと、まあ、料金システムなんですけど、僕が行ったところは1日子供1000円とかで、大人2000円ぐらいみたいな感じで、あとはあの初回の登録費が1000円かかったりとかっていう感じで、まあ、5000円ぐらいだったかな。でそれで営業時間内はずっと使えて、しかも出入りも自由っていうようなシステムでした。驚いたのがですね、結構ね、小学生の低学年が多くて、で、あとはそれの、まあ、保護者というか、お父さんお母さんとか、ボルダリングカップルみたいなのがいて、20代前半、もしくは後半ぐらいの、まあ、男女やったんですけど、結構な実力者で、で、まあ、男性一人で来てる人もいましたし、まあ、本当は年齢が若いなと、まあ、子供は低学年、大人は20代から50代、結構若い感じのスポーツで、これからの競技だなっていう感じがいたしました。で4メーターぐらいの壁にね、いろんな形 の、 あの手で握ったり足で足を置いたりする、あれ ホールドっていうんですか、しっかりと固定されてて、表面にちょっと分厚めのビニールを敷いたふかふかのマットで、まあよっぽど落ち方が変な落ち方しなかったら、あの骨折もしないし捻挫もしないっていうようなね、そういう床で赤い枠線の中で待機するとか、まあ基本的に必ず落ちてくるスポーツなんで、その下に人がいたら危ないということで、かなりそのあたりはあの指導者の方というか、そのスタッフさんにきつく言われまして、まあ、そういうのもしっかりと理解するような場でもあるんかなという感じはいたしました。完全にあの自分と対峙するスポーツということですよね。チームスポーツも楽しくていい面はいっぱいあるんですけど、ああいう個人競技のスポーツって本当頼るのは自分だけだし、本当に自分で考えて自分で行動するという力がつくかなということで、これからの、まあ、日本に必要な人間を育てるためには e スポーツかもしれないです。で、あの単純にあの体を使うっていう意味でもね、本当にハードで、ウエイトトレーニングとかではなかなか鍛えられないような微妙な部分も鍛えることができるんで、非常にいいかなという感じはいたしました。あとあのまあこれ補足なんですけど、結構あの手に傷が絶えません。僕もあの右で左でいろんなところ小さい傷がいっぱいできました。翌日の筋肉痛には、気をつけましょう。最後にご視聴いただきありがとうございました。良い一日を、そして良いボルダリングライフを。チャンネル登録もお願いします。そして安全運転です。バチャンネルでした。